はい、こんにちは、こんばんは、テールです。今回はですね、最近ご無沙汰だったあの作品がなんとアニメ化発表されたということで、その作品がこちらになります。足立と島村のアニメ化が決定しました。イエーイ。はい、ということでね、いや、まさか、いや、びっくりしましたね。最近ほんとね、名前聞かなかったので、どうなったのかなと思ってたんですけど、この足立と島村ですね。まあ、入間ひとま先生がね、手掛ける、ライトノベル作品なんですけど、まあ、入間ひとま先生は有名どころで言うと、嘘つきみーくんと壊れたまーちゃんとか、あと、電波女と青春男とかですかね。はい。まあ、ほんといろんな作品書いてる方なので、もうほんと数えたらきりないんですけど、まあ、その方の、書いております、ライトノベル作品ですね。これ、足立と島村っていうのは。うん。いや、足立と島村が、まさかね、アニメ化企画が進行中だったなんていうのはね、ちょっと思いもよりませんでしたね。うん。なんて言っても、だって、これ、7巻が出てから、今月8巻がね、出るんですけど、この7巻と8巻の間、2年以上、2年半ぐらい空いてるんですよね。うん。ですので、もう本当、どうなってんのかなとか思ってたんですけど、もう今月8巻が発売されて、しかも今月から、コミカライズがね、連載スタートするということで、まあ、確かに、このね、突然の、続刊発売とコミカライズスタートを見れば、確かにアニメ化発表っていうのも、来ることは感づけたのかなと思いました。はい。ということでね、いや、まさかまさか、私と島村がアニメ化するなんて思っていませんでした。ということで、この私と島村ですね、まあ、どんな作品かっていうと、まあ、この、足立と島村っていうこの二人の女の子、の間で繰り広げられる、まあ、日常ゆるふわ系作品ですかね。うん。まあ、どちらかというと、まあ、ゆりによっているような作品ですね。うん。まあ、そんな作品になっております。足立と島村。はい、この作品の概要なんですけど、電撃文庫より刊行中のライトノベル作品になります。ジャンルは、ゆり作品プラス、まあ、ゆるふわの日常系作品っていう感じですかね。はい。現在ですね、期間が1巻から7巻まで出ております。今月8巻、最新8巻がですね、5月の10日に電撃文庫の新刊として出ます。はい。これがですね、先ほども言いました通り、2年、半ぶりぐらいのね、進化になります。はい。すごく久しぶりなので、ちょっと忘れてる方もいるかなと思います。かぐよ自分もね、俺、ほんとどこまで読んだかなっていう感じで、今月8巻出るって知って、ちょっとびっくりしたんですよね。うん。俺7巻読んだかなとか思ってたり、で、よくよく考えたら、まあ、2年半前だったということで、まあ、読んでましたね。うん。この2年半の間に、正直もっと関数出てたのかなと思ってました。自分が知らない間に。コミカライズもされております。1巻から3巻まで出ておりまして、このコミカライズの方は完結しておりまして、今回5月の27日からかな、また新しくコミカライズが、まあ、別のね、作画担当の方でスタートするということです。はい。まあ、これはですね、個人的に昔から好きだった作品なので、まあ、今回ね、ちょっと正直言って、あんまりね、新刊が出ていなかったので忘れてしまっていたんですけど、まあ、アニメ化発表を聞いてね、改めてね、読み返そうかなとも思っております。はい、足立と島村でございます。まあ、気になった方いたらぜひね、アニメね、放送する前にでもね、ライトノベル読んでみたらいかがでしょうか。ということで、今回は足立と島村のアニメ化が発表された件についての話でした。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、およかチャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。